ジム・ボルジャーは、ニュージーランドの元政治家、第35代ニュージーランド首相、ワイカト大学総長、ニュージーランドポスト会長、タラナキ出身、アイルランド系移民の家系出身である。15歳で学校を卒業後農夫となり、1972年に政界へ進出する。タラナキ地区キングカントリーより出馬し、議会に初当選を果たす。 1975年には、ロバート・マルドゥーン政権で、水産大臣、農業大臣を歴任する。1984年の総選挙で、デビッド・ロンに率いるニュージーランド労働党に敗れる。ロン政権の行財政、経済改革は一定の成果を収めるも、党内反主流との対立により、ロン政権は崩壊する。1990年に行われた、 総選挙でニュージーランド国民党は勝利し政権を奪回する。ボルジャーはニュージーランド国民党党首として第35代首相に就任する。首相就任後も基本路線は論議政権の経済政策ロジャーナミクスを継承しニュージーランドの経済行政改革を推し進めた。政権の重要ポストである財務大臣には女性政治家ルース・リチャードソンを 副首相兼外務大臣にドン・マキノンを起用した。労働党が掲げる比較原則も継承し、労働党との協調にも応じた。ボルジャー政権は1993年の総選挙でも再任され、論議政権による経済改革の痛手を修復しつつ、社会保障制度改革を進めるなど、次なる経済改革も行った。 1996年の総選挙でも、かろうじて政権を掌握するも、ニュージーランドファースト党との連立政権を余儀なくされる。ニュージーランドファースト党の党首インストン・ピータースは、国民党の推し進める政策運営に反対の立場を取る政治家であったが、連立政権への参加と復讐証券新設された収入役に就任する。国民党内部では、 この連立政権を好ましく思わず、1997年のボルジャー外遊中、当時運輸大臣であったジェニー・シップリー率いる、党内反対派勢力により、党内クーデターが決行された。帰国後、党内反対派勢力に押し出される形で首相を辞任する。公認の首相には、党内反対派勢力を率いたシップリーが就任した。 ワイカト大学学域授与式でのボルジャー1998年に政治家を引退し、その後2001年まで中米大使に任命される。現在はニュージーランドポスト社会長2007年からワイカト大学総長を務める。ローマカトリックの信仰を持ち、ジョアン夫人との間に9人の子がいる。ありがとうございます。